ウィレム2世は、ホラント博。神聖ローマ帝国の大空位時代における、名目上のローマ王でもあり、ドイツ名は、ビルヘルム・フォン・ホラント。1254年の公式文書に、神聖ローマ帝国の国語を正式に用いた、最初の君主でもある。父は、ホラント・ゼーラント博。フロリス4世、母は、ブラバント公、アンリー1世の娘マティルドである。 1247年、ローマ皇帝フリードリヒ2世の対立王中林間炮白、ハインリヒラスペが死去した後、諸公と教皇インノケンティウス4世によって新たな対立王に選出された。しかし、ンシュタウフェン側に組みする有力諸公は、この選出に異議を唱えた。1248年アーヘンでの王位への就任後、彼は、 ニーダーラインでの地位を固め始めた。1250年のフリードリヒ2世の死、1251年復活祭中の、リオン滞在中の強行訪問、1252年、ブラウニシュバイクリューネブルクコー夫1世の娘、エリーザベトとの結婚等を契機に、ゴスラーン、リューベック、ブレーメン等の都市、さらには、フランクフルト等の多数の都市と強く結びつき、 いわゆる、ライン同盟のリーダーになった。しかし、この政策は正解諸侯中でもゲルン大司教と決裂する結果をもたらした。1250年に、フリードリヒ2世、1254年にコンラート4世が、死亡して、単独のローマ王になったが、1256年1月28日、フリースラントへの遠征中に戦死した。 ウィレムの死によって神聖ローマ帝国は君主不在の混乱が発生した。1252年1月25日、ブラウニシュバイクリューネブルクコ夫一世の娘、エリーザベトと結婚し、フロリス五世のみが生まれた。ウィレム二世の死後、ホラントは2歳に満たない、フロリス五世が継いだ。ありがとうございます。